トーマス・チャーマーズトーマス・チャーマーズは、スコットランドの聖職者、スコットランド自由協会の設立者である。スコットランド、ファイフのアンストラザーの唱歌に生まれた。1796年からセントアンドルーズ大学で、進学、数学、天文学を学び、1799年からそこで、数学を教えた。エディンバラ大学で学んだ後、1803年から、 ファイフのキルメニーのスコットランド国教会の牧師となった。1810年から1811年頃、福音派に傾倒するようになった。1815年からグラスゴーの牧師となり、給品の新しい仕組みとして、公的救済を廃止し、生活の自助、親族の援助、労働者階級の相互扶助、有産階級の事前に基づく給品の仕組みを作った。 この仕組みは長く継続することはできなかったが、後世に影響を残した。1823年にセントアンドルーズ大学の倫理学の教授となり、1828年からエディンバラ大学の進学の教授となった。スコットランド国教会の福音派のリーダーとなり、工業化社会の始まりに対する新しい教会のあり方に対応し1834年から1841年の 間に200の新しい教会を作った。1834年にエディンバラ王立教会の会員となった。1843年にスコットランド自由教会はスコットランド国教会から分離した。進学などに関する多くの著作を執筆し、優れた説教者として知られていた。ありがとうございます。